はい、おはようございます。はい、昨日は朝方の5時まで飲んで、はい、仲間たちと楽しい夜を過ごしたわけなんですけど、まあもう昼なんですけど、はい、ですね、今日今からですね、あのうちの太郎ちゃんがですね、7ヶ月ぶりに我が家に、戻ってくるということで、明日戻ってくるんで、今日は今からあのハンズマーに行って、ちょっと犬の、太郎の犬の、あの小屋、うん、柵をね、作っていきたいなと思います。で、ですね、これいつも俺タリーズコーヒー飲んでるんですけど、なんかすごいことに今日ですね、日々カフェ、極み、極極みと、日頃全く飲まないのがいっぱい載ってます。はい、っていうのがね、菊池に行く途中の、ファミリーマートがですね、あの僕の好きなタリーズが置いてないんですよ。で、店員さんにそのことを言ったら、なんかあそこら辺のエリアは老人さんが多いらしくて、結構微糖とかこういう甘いのをあの買っていくということで、あのタリーズなブラック的なやつはまあ人気がないらしいです。
そうそう、今度起きてきたから丸い、丸いやつをなんかヘルメットところ入ってた、その下に入ってる、うん、この俺の頑張り姿朝の何時に？朝のね、6時過ぎから7時23分。6時過ぎぐらいからせっせと寝床じゃんね。太郎の雨対策。まあ、雨対策ってかもうこれオールシーズンいいよね。これね。いい感じや。こんな感じ。いい感じ？うん。太郎。汗だく半端ねえの。今はもう何でも100均で揃う時代に、何時今？おう、さあ見ようかな。寝たらね。そうっすけ、頭つけとって可愛いけん、ちょっとつけてみてよ。ちょっとつけてみてよ。え、あ、ほんと、おいで、まさき。大股10歩。10歩。10歩って言ったよ。まさき、イエー、まさき濡れてない、イエー。どんな感じ調子は？え、超楽しい。雨楽しいよね。でも寒くなってきた、風邪ひくよ。あー、パパ、俺してないもん、俺してばっちゃん、きばっちゃん。誰が転んだ。じゃあ俺上がるね。誰が転んだ。車だけ気をつけて。とりあえず上に太郎用の柵を乗せてみましたよ。いい感じでしょ。太郎、おはよう。
太郎おはよう。お座り。太郎お座り。太郎お座り。待て。ピッて取れ、ピッて取れって、負けるな、ピッて取れって、中途半端したらダメ、力関係も試してるから、ピッて取れってな。でそれで力関係を試してるんだって、お前舐められるぞ、噛まれるぞ、またしっかりバッて引っ張らんと、はい取れ、バッて取れ、噛まんって、ビビるなって、はよやろう、持ってこい、ピッと思いっきり引っ張れ、大丈夫って、構んって、ビビっとね、力関係試すって、めっちゃかかおる、トイレ取ろう、どうした、これがいいのかな、よいしょ、うん、違う、それじゃないのか、ふぅ、なきゃおしっこしたかったとか、まさかさか、お座り、太郎おはよう、太郎おはよう、よし、ねえ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 、よし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 、なんきなんきなんき、よしよしよし、よしよしよし、見て、よし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 、よしよしよしよし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 、よしよしよし、よしよしよし、よしよし、